リントの小話。はい、どうもリントです。はい、今日のリントの小話はマジで怖い話、本当に前回とは比べ物にならない。いやー、もうカミカミ、ね、前回とは比べ物前回とは比べ物にならないくらい怖い話です。はい、今川焼き。はい、この間コンビニに買い物に行った時の話なんですけれども、私はね、財布だけ持って、まあラフな格好でね、買い物に行ったんですよ、コンビニまで。で、そこで飲み物と、あとグミと買って、まあ帰ってきたんですよね。で、帰り道に前からなんかね、ダッシュしてくるおじさんがいたの。で、そのダッシュしてるおじさんがね、なんかずっと言ってるのって言いながらずっとこっちに来たの。でね、すれ違いざまに今川焼きって言ってんの。めっちゃ今川焼きって叫んでて、はっ、えはっ、えな、何事、え、うん、変な人じゃんって思って、で、まあ、自宅までね、そのまま歩いてたんですよ。で、またで、えって振り返りながらも、そのまままっすぐ私は歩いて帰ったんですよ。で、その数十秒後、もう一回後ろからなんか声が聞こえて、したらめっちゃ今川焼き、今川焼き、今川焼きって言いながら叫びながら戻ってきたんですよ、その人が。でね、そして私を追い越して、そのまんま、まっすぐダッシュしてって、そのちょっと行ったところのあの道の角を曲がっていっていなくなったんですよ。でも今でもなんで今川焼きって叫んでたのか全く分かんなくて超怖いの。しかもそのおじさん見たことないの、近所で。だからもう変な人って思いました。はい、ということでね、不審者には気をつけようね。以上、ミントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あと、ツイッターもやっておりますので、概要欄よりフォローお願いいたします。